宇部のゲームは惜しかったな。久しぶりに勝てるんじゃねえかと思ってたのに。それにしても俺たちのオーナーは誰かな一体。いいじゃないですか。誰だってこう負け続けじゃオーナーが分かったって給料を上げてもらえるわけもないでしょ。それより鉄工所が閉鎖されたらみんなどうなるのかな。閉鎖になんかなるもんか。賃上げ運動を抑えるための手だ。ただの落としだよ。心配することはないって。今朝発表したんですよ、4月1日に閉鎖するって。本当か。ええ。大変だそりゃ。少なくとも1万人の失業者が出るわけです。ここには鉄工所しかないんだぞ。そこですよ。チームにも影響するんじゃないのかな。誰だっけあの女。じゃあ誰でしょうかね。とぼけんな。君のワイフに聞いてみてもいいのか。なんだよあの電話は。いきなり老いぼれ呼ばわりしやがって。ファンのはずだろ、負けてる時こそ。ほっとけよ、もう終わったんだ。宣伝だかなんだか、マグラスのバカ親父には付き合いきれないね。この工場が閉鎖されたらみんなどうするんだろう。閉鎖なんてするもんか。そう匂わせて仕事のありがたみとやらを思い知らせる魂胆さ。姑息な人心操作ってやつよ。今朝発表があった。4月1日で閉鎖だとさ。本当か。いや、いやそいつはびっくりだな。従業員1万人を公開移籍ってわけだ。引き受け先なんてあるのかよ。さあね、かまっちゃいられんが本音だろ。今の女は誰。さあ覚えてないな。ああそう、神さんは覚えたろうよ。好き好き、世界中でお前が一番好きさ。本当。ああ可愛い君、寂しかった俺がいなくて。いい子だいい子だ。そうさ、お前は俺のたった一人の恋人だぜ。犬と仲良しになったのかリー。いいえ、虫唾走るわ。頭にきてんのよ私も。幸せそうじゃねえ。とんでもないわ、爆発寸前ってやつよ。あんまり飛ばすなおい。そうさ、ルビーが怖がるじゃねえ。べっぴんさんだね、お前は。本当だよ、世界一いい女だ、ルビー。愛しいルビー、いい子にしてたかな。愛してるよ、お前がいないと寂しくて寂しくて。お前もかい、会いたかったよ、ベイビー。ここも慣れりゃいい街だろ。アサル、最悪よ。頭がおかしくなりかけてる。そうは見えた。なすべなし、まさかさま。元気そうなのに飛ばしすぎだ、ルビーが怯えてる。キューデスマンがキャンセルさせてくれ。いやそれだけじゃない。回転があればチームの設備や道具をこの際処分したいんだ。あ、ちょっと待っててくれ。工場の閉鎖でチームはどうなるんだ。心配ないさ。それよりこの新人参入をバスターミナルまで迎えに行ってきてくれ。でもファンがますます減るし。なんだよ、ハンセン兄弟なんて聞いたこともないよ。いいから拾って宿舎へ連れてってくれ。そんなのコーチの仕事じゃないだろ。レイジ、マネージャーがフロントの使い走りのやることだよ。契約書にだってこんなことは書いてない。この25セントを見ろ。昔はもっと値打ちがあっただろう。レイジ、君の黄金時代も過去のものさ。あと 1,2 シーズンでスティックを置いてベンチに引っ込まなきゃならんのだ。せえな。わからんやつだな。わしは君のためにフロント入りを進めているんだぞ。戻してくれ。それからジェリー、これは別件だが至急頼みたい大事な用があってね。あ、じゃあ。ああ、ちょっと待ってくれ。工場が閉鎖したらうちはどうなる。それは心配な。俺、新人が4時15分のバスで着くことになっている。俺が聞いてるだ、うちの。なんだこいつら、聞いたこともないぞ。迎えに行ってホテルへ送ってくれ。ラジオの次はお迎え係かよ。ファンに悪態つかれて疲労困憊してるのに。レイジ、なんでその契約にないことさせんだよ。この25セント効果はかつて5ドルの価値があったん。同じくお前も全盛期は終わった。あと 1,2 シーズンすれば現役引退を余儀なくされる。勝手に言ってろ。そうだったら私にフロントの仕事を仕込まれたことに感謝するさ。頑張って逆転しろよ。どうせ無駄だよ。どうして無駄なんだ。マネージャーが他の仕事探してるんだってさ。このチームに見切りつけてね。そういや今朝も電話かけてた。俺は聞いてないぞ。でも間違いないよ。方々に声かけて道具の買い手まで探し始めたんだ。電話を立ち聞きしちまったのさ。畜生、また失業かよ。よーし、ここからだ、取り返そう。無駄だよ、もう終わりだ。それどういう意味だよ。ああ、なんだよ。マグラスの野郎、職探しに来たんだ。チーフスは解散だと。遠征についてくるなんておかしいと思ってた。なの聞いてないぞ。言うわけないさ。まずは自分の行き先を確保しようって魂胆だ。なんて野郎だよ。自分さえ良ければいいんだ。クライスラーで車組み立てろってか。コーチ、コーチ、
奴に何て言ったんだよ。お前のワイフはレズだとよって。まさかそんな。いや本当よ。それであんなに怒ったのか。亭主にはひげがる女だって言われるより辛いもんな。しかもこいつは事実なんだよ。本当かおい、気の毒にな。おい、どんなワイフなんだい。あのゴリラにはもったいねえくらいのいい女さ。それだけにハンダハンダ奴はワイフに残せやがっていたんだ。ところが女に寝取られちまってよ。こういうのを頭で買ったって言うんだな。俺からもさ、この手で行こうよ。さあ、すりゃ貸しっぱなし。ああ、そうとも。よし、やるぞ。あれじゃスポーツとは言えないだろ。ゴールキーパーがいない隙に得点するなんて。負けるよりマシじゃねえか。勝てばいいってもんじゃない。なあ、レジ、レジ、ハンダハンになんて言ったんだ。神さんはレズだって言ったんだ。待て、本当だ。きつい。そりゃあそこまでぶち切れるわな。俺の女房レズ呼ばれするやつは半殺しで。本当にレズなんだって。なんてこって気の毒な野郎だ。じゃあやつはホモなのか。それだよ。あいつはバカゴリラ。そう思われるのが一番きつい。神様特上の玉だからな。もうバリバリよ。やつの急所をついたわけだ。やったねコーチ、頭を一撃ってわけだ。気持ち魚でズバリ命中。あら、そうだ。あれじゃただのレスリング。向こうはキーパーなし、クズゴール。いや違うよ、心理作戦でもぎ取ったんだ。最低の勝ち方だ。本当かよ、こいつは信じねえぞ俺は。おい、ちょっと聞けよみんな。チーフスフロリダの教会にトレードか。ふざけるなよ。嘘じゃないよ。ほれ、ねえ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 コーチ、ちょっと見てよこれ。来て、ちょっと。未確認だが信頼すべき筋からによると、フロリダ州観光協会とチャールズタウンチーフスとの間でかねてトレード交渉が行われていたが合意に達した模様である。ほれ、ちゃんと書いてあるでしょ。信じられねえな。本当だよね。ダンが書いたのか。ええ、じゃあ確かだろ。すごいじゃねえかこりゃ。嘘だろ、ちょっとな、信じられない。おい、ちょっとみんな聞けよ。チーフスにフロリダの退職者団体から引き合い。冗談だろデイブ。冗談じゃないって、ここに出てる。いいから来て来て、こっち見てみろよ。いい、未確認ながらタイムズヘラルド紙が確かな筋から入手した情報によると、フロリダ州セントピーターズバーグにある退職者団体がチャールズタウンホッケー法人とチャールズタウンチーフスの獲得を折衝中。どう、嘘じゃないの。なんとまあこいつはぶったまげた。リッキーダンの基地だ。 あいつが嘘書くわけない。どうしたんです。あ、いや、なんだ。だったらしけたつらしないでくださいよ。俺には最後のシーズンだぜ。フロリダでまたやれますよ。俺はもう年だよ。対戦チームの連中にもからかわれるんだ。そんなことないですよ。いや、そうだ、ゲームの度に言われてるよ。何、コーチの腕を鈍らせる手ですよ。ありがとうよデイブ。そうかもしれねえな。どうしたのレジ。ああ、いや別に。なんかすごく悲しそうな顔してたけど。最後のシーズンかと思うとやっぱりだ。買い手が出てきたじゃない。引き際考えずに居座ってるとよその連中からいろいろ言われるし。そんなことないって。いや、そういうもんさ、試合するために聞こえてくる。腐らせるために言ってるだけで本気じゃないって。ありがとうよ。そうかもな。はい。はい。なんで脅かすなよ。まあどうぞ。来ちゃったわ。それは分かったけど君らしいね。身の回りのものは一応持ってきたし、生活費は半々よ。外の荷物運び込んで。オーケー。手紙置いてきたか。そんな必要がある。さあな、知れたらことだぞ。とにかく楽しくやろうリリー。よろしく。だけど俺は今眠いんだよ。ある男に賞金かけたらうるさくて眠れん。あ、なんだ。このままリンクに出たりしたら途中で眠くなっちまう。弱っちまったな。ベッドには大物の先客が収まりかっちゃってるしさ。彼女なら二人で寝るの慣れてるわ。いつもブレーデンと寝ていたの。それこそ私なんか押しのけてね。それで喧嘩したわけでもないけど、この間あなたから言われて考え直したわ。物事なるようにしかならない。悩むだけ野暮だって。スパゲティ好き。こんにちは。あ、こんにちは。どうした。あ、なんといらっしゃい。
やったわ。ああ、そのようだな、どう見ても。私がもらった結婚祝い、もらえるよね。服取ってきてくれる？ああ、いいよ。置き手紙してきたか？してくるべきだった？どうかな。悪い想像しかねんから。よし、リリー、楽しくやろうぜ。本当に？今まず昼寝をするけど、敵の首に賞金かけちまってな、眠っとかないと、眠っとかないとこっちが逆に殺されちまう。ああ、そうじゃなけりゃ町に繰り出すところだ。エイシズに連れて行くのに。一緒に寝れば？あの子なら大丈夫。ネッドもいつもそうしてた。寝息が試合の前の緊張にいいみたい。私ね、気持ち切り替えたの。想像力でカバーしながら流れに乗ってみる。一人で悪循環してたのよね。もっと女として自信持つわ。スパゲッティ食べる？